それでは排出量の公表方法について説明いたします。本制度では報告していただいた排出量などの情報を環境大臣、経済産業大臣により集計を行い、事業者全体に関わる関連情報と合わせて公表します。また環境大臣および経済産業大臣は国民や事業者から開示請求があった場合は、事業者全体の情報に加えて事業所ごとの排出量情報と合わせて開示します。公表資料の閲覧および開示請求方法については本制度ウェブサイトをご覧ください。最後にお問い合わせ先について説明いたします。算定・公告・公表制度では制度に関するウェブサイトを開設しています。本制度ウェブサイトでは本動画のスライド資料のほかに算定報告マニュアルや温帯法報告書の作成支援ツール、その他本動画でご紹介した内容に関する資料などを掲載しておりますので、こちらのウェブサイトからご覧ください。また本制度に関する全般についての質問は算定・報告・公表制度ヘルプデスクまでお問い合わせください。なお、質問内容をより正確に把握するため、問い合わせは可能な限りメールにてお願いいたします。以上で、温室効果ガス排出量、算定・報告・公表制度について、制度の概要の説明を終了します。ご清聴ありがとうございました。